客を閉じ込める、客を閉じ込めるのありか。客、確かに客を閉じ込めるという逆転の発想、天才の発想かもしれない。客を閉じ込めるか、それちょっとありかもしれないな。おい、ちょ中田お前、ちょレジやっとけ。わかった、ちょっと何個か中に運び込むか。じゃあこの中に、この中にちょっと餌を用意するか。なんこいつら何欲しいんだろうな。ああ一人来た、待て、お前バカ、死ねえ、死ねえ、今だバカめえ。よし、おじさんゲットだぜ。おじさんゲットだぜ。いや客いっぱい食べてえなこれ。あーでもこれなんかもう一回ホイホイみたいな、ホイホイみたいな感じで、もっといっぱい捕まえたいな俺。おい、おじさん、どんな気持ちだよ、今さ。いや、待て、お前、出るな。あ、くっそ、開けたら出る、やば、開けたら出てきちゃうな。わかった、もう、完全に釣るための部屋を。ちょっと、一回、お前が入るというなら。よし、新しいおじさんゲットした。裏から撮ってる。裏から撮ってます。これは魅力的ですね。一番魅力的な商品になってるのはお前自身なんだよ。虚無顔です。全てを悟った男。ちょっとこの店の大改革始めないといけないな。分かった、じゃあ一回ちょっと稼ぐターンが必要だ。狂い酒はちょっともっと狂い酒る。このカードショップはもっと狂い酒ます。皆様、よし、中田、田中、お前らだけが頼みや。これちょっと奴隷ショップにする。奴隷ショップにしよう。ここやっぱ奴隷ショップを作るためには店をもっとでかくしたいな。店をもっとでかくして最高の奴隷ショップを作ろう。田中ありがとう、お前が気づかせてくれた。あいつはこの時のために、あいつ俺に気づかせてくれるために何が一番売れるのかを。ボス、気づいてくれてよかったよボス。あいつそのために俺を泳がせていたのか。全ては田中様の意向だったんだ。バリケードの資金が必要だ。あ、レジ中に入れるの天才かもしれん。それレジ中に入れたらもう絶対捕獲できるじゃん、それ天才じゃん。レジを一番奥にやってレジ中に入れたら解決やん。全部解決やん。それもう全員捕まるやん。でっかい檻にしたいから、中を見たいから、こっちのスチールラックみたいのがいいな。これちょっといっぱいいっぱいちょっと買い揃えるから。奴隷ショップにしたいから、ガラスから見えた方がいいよな。外からこうやって見たいから、そうだよね、奴隷ショップだから外から見えた方がいいから絶対で、中からもまあ見えるようにしたいから、やっぱこのラック、この棚をちょっと一回、ちょっと全部枯らしたいぐらいの勢いだよね。なんならもう商品いらないまであるよね。ちょっと明日、補充なしでもう一日やっていい？在庫減らして見やすくしようか、これ。チャルロス星が来てくれるかもしれない。いや、田中絶対チャルロス星と友達だからな、あいつは。あそこの裏の在庫もあんのか、あれも増えちゃう可能性あるな。中田とレジ2人体制はワンチャンありだな。あ、15万か。まあそこそこするけど、まあ安いな。安いもんだ。これから奴隷を売るんだ。安いもんだ、レジの1台ぐらい。奴隷を売った方が儲かるから。1人売りゃ、こんなの。全然元が取れるってもんだ。いらっしゃいませ。皆様、この店は本日をもって終了いたします。すげえ買ったな、それにしても。俺在庫。これ全部売ったらいくらになるんだろうな。一回ちょっと全部はけるぐらいにしたいな。おい、中田、俺の方だけレジいっぱい来るな。こっち、お前やっぱこっち入ってくれるか。中田、そっち入れ。なんか俺の方が人気だよ、やっぱ中田みたいなクソ陰キャより。クソ陰キャカードゲーマー、キモータカードゲーマーより俺の方が人気。俺の方のレジみんな来るもん。やっぱ中田にレジ打たれたくないんだ。なんで俺の方行くんだよ、こいつら。あっち行けよ。スリーブめんどくせえ。スリーブ買うお客様、あの、中田の方で。中田の方レジに。あっちスリーブ。あいつ何もしてねえ。うぜえ。俺もじゃあ何もしない。俺のレジに立つな。なんかあっち来ちゃう。中田くん。
中田くん、こっちのレジに立たれちゃうよ。わかった、田中、お前もレジ入ってくれ。よし、一生いらないな、これ。これいらねえな、これ売れないの、これ。売りてえ、これ捨ててえ。これ捨てる？捨てよ。捨てよ。在庫捨てます。ナノマイト捨てた。ナノマイトぬいぐるみ捨てました。いらねえ、あれ。これワンチャン使う可能性あるから、保管しとこう。隣で。よし、ここでちょっと。ここに保管しとこう、これは。よし、畳め、畳め。いや、値下げ、いや、値下げは絶対しない。値下げしたら売れるかもしれないけど、値下げはしない。損する。なんでこんなクソみてえな客のために、客が得するような値段にしてんにはならんのだ。さっき在、いや、在庫はまあ、あれ、ナノマイトカスだから、あいつ。あいつ数多いから。あれカスや。うん。あれはあんま利益にならんから、ええ、あれはええ。皆さんの力貸してくださいませんか？すいません、バイトがご発注しやがりましてね。中田、お前がご発注するから、店長がこれ大変になってんだぞ、今売り切るのに。これじゃあ明日から奴隷市できねえじゃねえか、おめえ。じゃあ奴隷市やるために頑張ってきたのによ。明日奴隷市開けねえじゃねえか。お前のせいだからな、全部。全部お前のせいや。これちょっと多すぎるな、これ。誰だよ、こんなに発注したやつ。マジ多すぎるって。いや、でも利益バグってるって。そろそろ田中さん帰られます。田中さんレジの途中で帰られます。あ、田中お前レジやるのか？あ、お前最後の客分やるのか？田中、いや、お前こいつ、成長した説ある。田中成長した説あるぞ。一緒に奴隷市をやる身として。田中！お前！田中が9時を過ぎてもレジをやってる！田中！お前！田中お前、成長したこいつ。田中前9時になった瞬間レジほっぽり出して帰っただろ。マジかよ田中。田中さん、ありがとうございます。いいんだよ店長、明日はいい奴隷を売ろう。田中様、でも明日はちょっとこれ、商品売らないとダメっす、一旦。今日本当の閉店です。くせえやつは奴隷にします。なんなのこのショップって。いやもう売り切れ、閉店セール。閉店セールでお客さん。これ、もう二度とないよ。こんなチャンス、二度とございません。この店。閉店セールでお客さん。よーし。お客さん、そこ何もないよ。あー、なんだよ、値札外してもこれ棚見に来る外事がおるんやけど。帰れよ、お前。あっち行け、アホ。カス、ゴミ。おい、中田、田中、頼むぞ、レジ。あ、いや、田中の方がレジ詰まってる。もっと回転率、わかった、田中。ちょっとお前、一回休んでてくれ。俺が一回、ここ高速で、こいつらを、回転率を上げる。俺がブーストをかける。俺がブーストをかけることによって、客の回転率を、最高率に上げる。そうすることによって、田中様はちょっとやっぱ、外で呼び込みしてくださってるから。田中様は。でもこれももういらないまであるな。あ、いやでも、これもなんか中突っ込んどいてやるか。商品の鮮度を保持するために、これも、中突っ込むか。あと、明日、柵の中に。いや、減ったねー、これ。だいぶ。よし、ありがとう、お疲れ。お前らお疲れ。はい、お疲れ。じゃあ、翌日行きます。不満が出てきたな。多分これ商品が棚にないとかの不満なんだろうな。おそらく。さて、ちょっと一旦今日開けるけど、俺売り場を作りながら。売り場ですよ、売り場。商品のね。もうこれ不満溜まってくやつだ、今日。みんな首振ってる。商品ありませんね。うん、商品少ないですね、この店は。って。思ってるんだろ？大丈夫です、お客様。もう、明日のためなんです。ありがとう、お客さん。ありがとう。ありがとうね。ほんと、ありがとうね。ありがとう。よし、この棚もしまおう。これもう見えなくなる棚はもうしまう。最悪1個あればいい。商品を陳列する棚が1個あればいい。田中、ここに置くか。これ、バリケード。なあ、これ看板作るか、田中。そしたら客いっぱい入ってくれるよな。よし。いや、田中用に買ったこの棚だけど、今日しまう時が来るとは思わなかったよ。ありがとう、田中。売り上げ400万。あとこれだけだ。もうこれ売ったら今日店閉めて。お前それ最後、あ、最後買ってくれたか。よし、じゃあもう今日クローズ。今日も終わりだよ。
決まり。もうみんな出てって。この店は奴隷ショップとなって、そこで狂い咲き、カードショップ狂い咲きは、狂い咲いて終わるか。400万円の商品、400万円売って、狂い咲いて終わろう、ここは。ありがとうな、田中。田中ありがとう。じゃあ今日お前、もう帰っていいから。お前らもう、今日はね、帰っていいよ。これ終了するにすると、あ、帰れる。お前らはもう、ありがとうね。あとは俺がやっとくから。何がいいかな。わかった。ついにカードパック置いてやるか。カードパックで釣ろう。最後に。はい、うちはカードパックを置く。カードゲーマーに優しい。カードゲーマーに優しいお店にするんです。え、それ首？え、マジ？え、あれ首なの？え、あれ首なの？マジかよ。田中首にしちゃった。まずい。雇わないと。よーし。いや、来た。はい。はい、ぽい。これもぽいで、明日こっから入ってもらおう。いや、今日不満80なのよ。そうなのよ。やっぱ商品が並んでないと不満が出るんだな、これ。よし、行こう。最後の日です、じゃあ。今日これ。いや、田中に犯罪の片棒を担がせるわけにはいかないから、やっぱ中田を雇うか。いや、でも、最後に田中にいてほしい気はする。田中くんに。わ、こいつまた雇う？マジかよ。また5万円かかんのかよ。まあ、いい。田中来てくれ。やっぱお前が必要や。俺には。田中様と一緒に見届けよう。この結果を。じゃあ、まあ、オープンしていいな。ということは、オープンでーす！奴隷ショップでーす！さあ、皆さんいらっしゃい。今世紀最大級の奴隷ショップ、チンコ狂い咲きです。さあ、皆さんも狂い咲きましょう。あ、いい。さあ、並べ。妥当だろ？そうなんだよ。妥当なんだよ。いや、でもちょっとこっちに見えるようにしてな。あれ、ちょっと待って。お前らちょっと一回クローズにしよう、これ。よし、じゃあ、今度こそ、奴隷ショップ、チンコ狂い咲き、開店です。戦おう、待たせたな。いい奴隷入ってるよ。よし、餌に釣られてきた。働き盛りの男たちが。女も入ってくれよ。頼むよ。男だけじゃよ。頼むよ。商品、あ、でも帰ってくやつがいる。やべ、ハゲしか来ねえ。まずい。まずい。ハゲたおっさん。あ、でもいいね。なんか全然いないやん。で、こいつらここをさ、自由気ままに動き回ってほしいっていうのもあるんだよな。でも。もうどうやって並ぶんだろうな。まあ、ちょっと一回、全員ちょっと入れてみよう。あ、でも結構入ってきた。奴隷ショップ。そこにレジいないんだよ。田中に一回レジ入ってもらう？いや、でもそしたら進んじゃうからダメなんだよな。あー、そう並ぶんだね。綺麗に入ったな。あー、そう並ぶんだね、奴隷ショップ。あ、一人入った。もう塞いどくか、一旦。ここでちょっとさ、あ、ちょっと、まずい。急げ。急げ、餌を逃がすな。よし、一旦塞いだ。よし。あの状態が理想なんだよな。じゃ、一回田中にレジ入ってもらうか。そして帰ろうとしてる客が帰れないっていう状況がいいんじゃないか。そしたらみんな自由に動き回ってくれるんじゃないか。お前買うまで返さんぞ。全員並ぶまで。あ、もう一人、待って、これ全員入れる。待て。わかった。時間は少ない。急げ。田中に一回レジ入ってもらおう。いいタイミングで。商品を取れ。田中に一回レジ入らせよう。なんかいい感じに並んでもらったタイミングで。お前は何がしたいんだよ。待って、並べないの？こいつら。並べないんじゃね？並べる？あ、もう列が出来すぎて、1台のレジに並べる限界なのか。ひょっとして。ちょっと待っとけ。お前もう入ってくんな。田中くん！カウンターいけるかな？完成するんだ！田中くん！あ、田中くん！ん？ん？え？奇跡起きてる。田中、お前は商品にならないというわけか。お前は商品にならないというわけだな、田中くん。そうか。待って、どうやって抜け出すの？気づいたようだな。田中くん、君は商品にならないというわけだな、田中くん。そういうわけか。田中、完成したよ。俺たちの最高の奴隷ショップ、チンコ狂い咲き。田中くん、素晴らしいよ。これ、お前はどこに並んでるんだよ。よーし、奴隷ども。おい、気づいたか。お前らはもう出られない。奴隷ショップ
反省したわ。やった、出れるわけねえだろおめえらみたいなゴミが。いやーすごい田中くん、田中覚醒、すべてお前の手のひらの中で回ってただけなんだ、みんな踊らされてただけなんだ、俺もこいつらも、俺の店は全部田中のためにあったんや。田中くん出してくださいって言ってる。ダメだ、お前たちは絶対出れない。奴隷ショップだ、奴隷ショップチンコ狂い先や。ドアが閉まってる。そうだよそうだよ、お前ら出れねえ、お前らこれ9時になっても帰れねえからな、覚悟しとけよ。今日はどの奴隷にしましょうか。君たち、あお客様どうですか、お兄さん、いい奴隷いっぱい揃ってますよ。いい奴隷、あダメですか、お気に召しませんか、生きのいい奴隷もうちょっと仕入れときますので、ね、すごいねこれ、あ閉店時間が来る。奴隷ショップチンコ狂い咲きです。これが次の日開始するわけねえよな。あ田中外でレジしてるよお前な、ここに並んでるやつらは何なんだ。出してください。ノーダメです、絶対に出しません。ここに溜まってるやつら客全員、なんかすごい判定が起きてるって、もうやばいことになってるってこれ。何が起きてるのこれ。おいおいおい、外で溜まってるやつらより、なんかもうすごいことが起きてる、何これやばい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 、もうなんかきしょい感じになってる、きしょいことが起きてる。田中どうするこれ、なんかここで固まってるこいつらも何なんだよ。こいつらもさ、もう大変なことになってるじゃんこれ。田中これがお前が求めた結末なのか、これがお前のシナリオなのか。田中奴隷たち生きがいいでしょう。いやーというわけで、34日目、をもちましてこちらチンコ狂い咲き、見事カードショップから、奴隷ショップへ、成り上がりました。ありがとうございました皆さん。はい、というわけでね、ハッピーエンドでございます。